新井正和のスーパーペッタ学園学園学園始まりました。新井正和のスパルタ学園。前回から交代でメンバーの誰かがメインパーソナリティを務めます。今回は私広山太一が務めます。そして番組のご意見番スパルタ王子先生です。はい、新井正和です。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、はい、そして今回私のパートナーを務めますは、坂本達也ですよ。はい、よろしくお願いします。はい、それでは、ですようなんだね。ですようなんです。はい、いやなんかあのデスだけじゃなんか寂しいかなと。夜好きですね。はい、わかりました。いつもそれ来るよ ね、はい、あ、そういえば、はい、今頃我々これ放送される時なんですけど、はい、舞台は終わってるみたいです ね。じゃあ後ほどその話を。はい、はい、できるの、はい、やるの、はい、はい、それでは今回このメンバーで楽しくお送りいたします。はい、この番組はオフィスフォルツァの提供でお送りします。改めまして広山太一です。はい、改めまして坂本達也ですよ。ですよ、王子ですよ、新井正和ですよ。はい、はい、なんか僕だけですよってつけないから寂しいんですけど。そうか、そうね、はい、いいんじゃないですかね。よくないでしょう。じゃあ今から二人とも仲悪い。いや、そんなことはないですよ。さっきも打ち合わせしてましたし、はいはい、楽しく愉快にやってましたよ。はい、うん、怪しいけどどうぞ。はい、で先ほどの冒頭のお話なんですけど、うん、はい、今日これ放送されている日何の日だと思います？9月20日ですか。はい、何の日ですか。おい、舞台言ったでしょ。はい、あの、宮古港開港400周年記念のイベントで、あの宮古港海戦というねお芝居を僕たちは、やってたはずです、きっと。はい、なんで自信ないの。やってるよね。やってます。はい、はい、いやそんな中で、まあ、新井先生は、はい、もう土方歳三という超イケメンの口をやっておられるんですけれども、実はですね、あの先週ねバニークラッシュで、はい、まあ、稽古を盛岡でした様子をね流して、山本君にどうだったって言ったら、はい、頑張れ、誰が坂本達也って言ってましたよ。はい、どうします。頑張ります。もう頑張ったんだよね。終わってるからね、それ。そうですね、あ、頑張りました。はい、あいつ自分のこと差し置いてね、余裕はね、その頑張ってるもんね、みんなね。いや頑張ってるはずですよ。頑張ってるはずはやめようよ。頑張ってます。頑張ってます。頑張りました、ね、やれることはやりました。よし、はい、じゃあそんな坂本さんはどんな役を、はい、尾関政次郎というね新選組大将やった後にキラレ役をやりました。なんで、え、キラレんの、それ新選組として。だからあの官軍兵としてあのちょっとダブルキャストというか、あのキラレ役をね。すごいじゃん、ツーキャスやって。はい、あ、つまりあれですか、新選組行ったと思ったら寝返って官軍に行くと、はい、いやなんかその単語だけ抜くと僕最低なやつじゃないですか。最低ですね。最低でもないはずですよ。僕まだそこまで、なんかまだいいよ。平山さんなんて、はい、まあ、言っていいかどうか分かんないけど、はい、あの旧幕府軍やってますけど、はい、心は長州藩ですからね。何のことでしょう。まあ、あの生まれたところってことですか。そういうことです、はい、心は長州藩です。そこで個人情報がもう漏洩していくわけですね。そうですね、もう遅いですよ、バンバン言っていきましょう。はい、これ流れてます。流れてます。大変だ。やって。どうしたどうした。いや、はい、で、あのですね、あの、はい、1946年の今日9月20日って、うん、なんとあのカンヌ国際映画祭の第1回が開催された日らしいんですよ。はい。で、まあ約1946年です。その前の年は何があった？終戦がありましたね。すごいね、終戦から1年ということがあったの。はい、あの、しかも本当に丸々1年。1年前にポツダム宣言があったらしいんですよ。そうだよね、はい、あったよね。なんでそう考えると1年でこうなんていうんですかね、たくましいなと、そこまで行くのは。何が、あのヨーロッパってまあすごい激戦というか、うん、まあ、中心だったじゃないですか、うん、1年でそこまで行くってすげえなって。でもそういう、なるほどね、はい、たくましさだったら、まあ今回我々宮古400周年って言ってますけど、はい、いやフォルツァのメンバーもたくましいでしょ。そう、はい、そうっつった今。そうですね、はい、たくましいですよ僕は。平山さん、はい、あの蹴り
じゃあ縦アクション。いやたくましくなきゃいかんすよ。ホルザの趣旨何ですか。ホルザとはどういうこと。頑張れって意味です。そう頑張んなきゃいけないんですよ、はい、頑張ってますよ。たくましくいきましょうね。はい、はいはい、話が終わったよこれ、はい、やってしまいましたよ。じゃあまあ冒頭こんなことでいいか。そうですね。すいません。じゃあ北村局長終わります。ドラマ CD。 はい、このコーナーは自分たちで考えたドラマ CD を演じちゃうコーナーですよ。さてどんなドラマがあるのでしょうか。それでは行ってみましょう。頑張れですよ。スパルタ学園ドラマ CD 旅立ち著平山太一。広山太一ですね。ごめんなさい噛んじゃいましたね。 NG です。はい、はい、広山太一。残暑がある9月の中頃、俺こと本山隆一は大学時代からの友人で、今は職場の同僚である広坂優也と趣味であるサイクリングに来ていた。ああ、潮風が気持ちいい。盆を返上して頑張って働いた甲斐があったな。そうだな。確かに気持ちいいけど少し暑いかな。いやいや、盆に仕事する代わりに今日サイクリングしようって誘ってきたのお前じゃん。そうだな。そう、このサイクリングはこいつゆうやの提案できたのだが、その時はちょうどいい気晴らしになるし久々のサイクリングということで俺はすぐに承諾したのだが、いやしかしなんでまたここ目的地にしたんだよ。いやお互い役職もらったしさ、初心に帰るみたいな、まあ久々に見てみたいと思ってさ。そこには俺たちが初めて一から設計して任された大きな橋がかかっていて、今ではちょっとした観光名所になっているほどだ。あーいやいいんだけどさ、なんていうか休みの時まで仕事のこと思い出すようなところに行きたくなかったみたいな。悪かったよ。やっぱり何かあるのかな。そもそも優也の様子がおかしかったのは何もその時が初めてはなかった。もっとそう、今思い返せば盆前から少し変にこちらに遠慮しているというか、仕事に集中できてないっていうか、とにかくいつもとは違う雰囲気だった。なあ優也、お前さ何か言いたいことあるんじゃないの。え、いや別に。嘘つくなよ。お前なんかあったから俺に聞いてほしい、だからサイクリング誘ったんじゃないのかよ。え、いやまあ。なんだよやっぱりそうじゃん、水くさいな。なんだよ。うんけどなあ。あーもうじれったいな。なんだよ。あーまた彼女が連絡くれないから拗ねてるとか。違うよ。じゃあ何。あ、分かった。この前課長の野郎から当たりが強いからっていうのを気に病んでるのが、あいつ一度失敗させて客の前で恥かかせろか。いや違う。いやある意味それはそれで面白いってそれまずいだろ。うわあ冗談だよ冗談。あじゃあなんだ、この前の会議の資料を俺が間違えてサーバーから消したこと、最終更新者がお前だからってそのせいか周りから言って逃げたことか。え、あいやけどさほど大ごとになってないからさ違うか。ああ、会社宛に届いたお土産を庶務の子が欲しがってたからいいよってあげて、あれがおつぼね様ってて開封したゴミをお前のゴミ箱に突っ込んだらお前が犯人扱いされたこととか。ちょっと。ああ違った。じゃああとは。おいまだあるのか。あしまった、心の声が漏れちゃったよ。今のは聞かなかったことに。聞かなかったことにじゃない。大変だったんだぞあの後、報告書提出して課長に怒られたし。あらららら、ごめんごめん。あ、最近課長の当たりが強かったのお前のせいか。めんごめんご、いいじゃん、無事仕事を完遂して顧客から喜ばれたんでした。
龍一がね。じゃあお菓子の件は、あの後おつぼねに同じお菓子を買ってくるように言われて大変だったんだぞ。なんで俺なんだよ。あれね、庶務の幼げな女性が困ってたらさ、普通助けるだろ。彼女おつぼのためにすごく怯えてたし、で適度なごまかしの方法もいつかなくてさ、つい目についたのがお前のゴミ箱、そこに残骸突っ込むんでな。まあお前のねおかげで俺の株が上がったらいいじゃん。龍一の株は上がったかもしんないけどね。うんじゃない。まあ冗談はこのくらいにしてさ。冗談で済ますのかよ。冗談はこのくらいにして、で結局のところお前何悩んでるんだよ。さっき言ったことは後でちゃんとみんなに説明して謝っておくし、言ってみろよ。うん、でもお前さ、一人で解決できないから気遣いのできる俺に話したくて呼び出したんじゃないの。話したくないなら別にいいけど、本当にいいんだよな、言わなくても。けどな。なんだよ、言えよ。いいんだぜ、言わないなら俺このまま帰るし。わかった、言うよ。けど会社の人間にはまだ内緒だぞ。わかったって。でなんだよ。絶対に言うなよ。わかってるって、しつこいな。そんなに俺のこと信用できないって。さっきの流れでどう信用しろと。だから悪かったって。ほら言えよ。驚くなよ。驚かないよ。なんだよ。俺会社辞めることにした。え、なんでだよ急に。どうした、あ、何か不満だ、仕事量が多い。いや違う。じゃあなんだよ。それに辞めれたって、新しく来たショッピングモールのデザインをどうするんだよ。そうなのだ、今年の繁忙期に俺たちは大型ショッピングモールの設計から施工までを任されていた。そのデザインがニューヤで、設計、工事発注から完成までの工程管理を俺が担当していた。大丈夫、辞める前までには完成させる。迷惑はかけない。いやだけど、じゃあ何が不満なんだ。不満はないよ。俺が起こしたデザインをお前はいつもちゃんと忠実に再現してくれる。自分が作ったものをできていく過程を見られる。こんな楽しいことはないよ。じゃあなんで。実は親の体調が良くなくて実家の仕事を手伝うことにしたんだ。え、それいつまでに。今年中には。気は変わらないのか。ああ、いいのか。だって入社当時は面白くないって言ってたけど、あの橋を作る時にはお前初めてデザイン任されたって張り切ってたじゃん。それからはデザインするのが楽しいって。ああ、俺はお前と仕事していて楽しいし、これからも仕事したい。だから、だからここでお前に真っ先に話したんだ。え、本当はこの話一昨年の春先から親戚からは言われてたんだけど、その年は大きな都市開発に関わるっていう話があったろ。だから今抜けるわけにはいかないからって、その時は話をしていたんだ。ああ。で、今年の正月に実家に帰った時に、親が体調を苦しながら働いている姿を見ていたら、なんか急に申し訳ないっていうか、罪悪感が出てきてさ。親父はお前はお前の好きなことをして自分の人生を楽しめって言うけど、俺としては放っておけなくなったってことさ。だから会社を辞める。未練はないのか。未練はあるよ。でもこのまま行くといつまでも抜け出さないと思う。
だからこれを最後に次のステップに進む。けどせっかく楽しいって思えるようになった仕事を手放すのか。いいんだ。それに何度考えても俺の気持ちが実家の手伝いをするっていうことから揺るがない。これが俺の人生だよって思うようになってきた。それにどんどん楽しそうに仕事を進めてくるお前の顔を見ていたら会社を辞めるっていうのを躊躇してきた。けど退職はしなければならない。この二つの間で葛藤し続けるのも疲れたよ。龍一、お前は俺みたいになるなよ。自分自身の幸せだけを考えて生きてくれ。ああ。ごめんな。俺のわがままな話を聞いてもらって。暑いし、そろそろ行こうか。ああ。言葉が出なかった。一緒に楽しくやってきたと思っていた優也の決意と、変に気を使わせて苦しませていた罪悪感。何が気遣いができるだよ。俺が逆に優也に気を使わせていただけで、一人盛り上がってただけじゃん。それがなんか悔しい。龍一、置いていくぞ。ああ、今行く。くそ、いつも軽いはずのペダルがやけに重く感じる。やっと来た。いつもは俺が先にいるのに、今は優也が先にいる。何か悔しかった。だから優也、仕事は俺が頑張って何とかする。だからお前も実家で頑張れ。おう龍一、任せたぞ。任せろ。互いのエールを風が追い風にし、俺たちはそれぞれの道を進み出した。その日の空には羊雲、風が心地よいと感じるようになってきた秋の訪れを告げる日だった。はい、以上でございますね。はい、以上でございますね。じゃあちょっとですね、はい、何ベルかちょっと聞いてみましょう。何ベルでしょうか。チーンチーン、2でございます。はい、いいですね。さあ、はい、まあ平山さん、はい、どうでした。いや、良きも悪きも、良きも悪きも相手のテンションに合わせていこうと思ったら成立せず、はい、どうやって、うん、相手のテンションが悪かった。いや、そうじゃなくて、これにもし意外と大阪さんが担当としてきたのか、ひょうひょうとしたキャラクターだったので、僕の想定が、うん、はい、それに合わせたら逆に軽くなってしまうかなと思って。おー、なるほど。ちょっとあえて余計言い方を想定したより重くしたんですけど、はい、逆にちぐはぐになってしまったかなっていうのが、はい、なるほど。坂本さんはどうですか。坂本さんはあの神がかり的に噛みまくってましたね。はい、おそうですね。ダメですよって感じですね。はい、ダメですよ、本当にこういうのはダメですよ、うん、ペーパーノイズもそう、はい、本当にリップノイズもそう、はい、噛み噛みでございました、はい、もうカチカチ言ってました、うん、あのね、内容はね、はい、すごくあの2人のね、このなんとか友情を描いたもので、はい、まあ、実家が何やってるか分かんないし、このゆうやが長男なのか次男なのか、まあまあちょっと分かんないけど、この話でいくと長男なんでしょう、はい、ストーリーはね、まあ、あのもっと煮詰めていくとこの先どうなるのかなっていうのはあるんですけども、はいはい、内容結構重いじゃないですか。はい、重いですね。それに対して軽いよね。はい。と僕は思いました。はい、でね、やっぱりあのなんていうのかな、あの、まあ、頑張ってると思うんですけども、はい、まあ滑舌の問題もそうだしね、いろいろあるんですけども、はい、こう流しちゃったね。はい、軽く。そうですね。難しいですね。全部うん言ってますけど、達也君、俺のせいだと言わんばかりに。いやいや、まあ、いや、まあ、あの、まあ、神がかりに噛みまくりましたから、今も噛みました。2回言った、うん、今も噛みました、ね、まあ平山さんは良き点はありました。良き点ですか。うん、いや素直に言っちゃって全然。いや正直いっぱいいっぱいで。あ、そうなんだ。結局
はい、手を気遣うと崩れるし、どっちに行ったらいいんだろうっていう判断が途中に迷ってきて、なるほどね、自分でどうしたらいいかっていうのが分かんなくなってきて、あのね、釣られてましたずっと。だから気遣いなんだよね。達也君いい点は？いい点ですか、うん、いい点は何でしょうね、作品じゃないですか自分じゃねえじゃん、はい、まあいいや、まあまあまあね、達也君もねちょっとね、はい、やっぱりちょっとカミカミのところでやっぱり副司教を2人鍛えた方がいいかもしれないですね。そうですね、もうちょっとね、カチュチェチュが悪いですね。もうこんな感じです、終わりますどっちもどっち、はい、このコーナーは遊びに行くなら山派か海派か、ラーメンは味噌派か塩派かなど、もしも何々ならどっち派かをお互いに対局に置かれ、良き悪きを討論するコーナーです。先生、今回の討論は何でしょうか。また噛んだね。噛みました。沖縄と北海道がいいと思うんですけども、はい、じゃんけんして勝ったを選んでください。どうぽい。最初はグーじゃんけんぽい。はい、いくでしょう。はい、広山パー、達也が坂本グーでございます。グーです、はい、じゃあ広山さんどっちですか。じゃあ沖縄を。沖縄ということはタッチャンが、北ですね。はい、はい、そうです。じゃあ討論どうぞ。はい、北海道は何よりでかいです。まあ確かにね、はい、沖縄なんていうんですかね、1日で回れちゃうらしいじゃないですか、頑張れば。そんなことないよ。一周するだけだったら1日でできるっていうじゃないですか、本島。まあまあ、あ、本当ね、はい、北海道はあの頑張ってもなんかすごいかかりそうなイメージが、はい、ありますね。それって逆に多くの旅費用と滞在日数を使わないと回れないってことですよね。まあ確かに、その点沖縄って、はい、ね、一周回れるってぐらいだけど、その中にいろんな文化だったりとか、ね、いろんなレジャー施設だったりビーチだったり、 それが全部詰まってるっていうメリットありますよ。いやでも船に乗らないといけないところっていっぱいあるじゃないですか、離島とか。離島というか遠い宮古島とか、宮古島とか、屋久島とか、ね、屋久島？屋久島？違うか。あれは鹿児島。あ、失礼しました。そうですね。僕地理が弱くて、はい。ちょっと島が点在してるから船で行かなきゃってことですね。そう考えるとあんま変わんないんじゃないかなと。北海道の大きさというかな、その周りの、まあ、大きさとね、大きさ、なんていうんですか、どうした達也今日、滞在日数というか、うん、旅費がかさむっていうのはあんまり変わんないんじゃないかな。いや、なるほどね。はい、でも船で行けちゃう旅費っていうか交通費なんて大して知れてますよ。ガソリン代より安いんじゃないですかね。そうなんです。僕あんまり船乗ったことないんで分かんないんですけど。ないのか。ないです。二人のさ、はい、沖縄のイメージ、はい、北海道のイメージっていうのをちょっと言ってみようよ。北海道のイメージは、うん、なんですかね、美味しいじゃないですか。北海道が美味しい、はい、食べ物が、それは。そう、食べ物が美味しいっていうのもあるし、うん、それ食べ物が美味しいです。よ。ああ、北海道食べ物、それだけ？いや、あと、まあ、いや、あと？あとやっぱり大きいっていう、なんか大きい土地がね。そうです。あとクラーク博士が言う少年は大衆だけと。それはまあまあそうだけども、北海道じゃなくてもね、いや、なんかそれがあるなと。ああ、沖縄はどうですか、ね、はい、イメージ、はい、やっぱり時間がまずゆっくりでのんびり旅行できるところかなっていうのがあるのと、ね、あとまあちょっとまあ、終戦って話が出たんですけど、戦争とかの忘れちゃいけない文化もそこにあって、うん、ありますね、いろいろね。でももういろんなものが凝縮されてて、学ぶべきものが多いっていう、うん、なんとも奥が深いイメージっていうんですかね。そう、それもあるんだけど平山さんね、はい、北海道は蝦夷国ですよ。そうですね、僕らは宮古を、はい、あれここでやばい、そうです、ここで面向のにひっくらしちゃって今。そうですね、それ言われたらね、それちょっと今我々やってるのが舞台じゃないですか。舞台がそうでしたね。舞台が蝦夷国のとの戦いでしたね。達也乗ってきたね。乗ってきましたか。そうですか。どうといいですね。テンション低いな。テンション低いな。北海道もっといっぱいんじゃないの。北海道もっといっぱい、僕良きところ。良きところ。良きイメージ。イメージ。そうですね。あれですよ。どれだ。あれですよ。おつけ地平線まで続く一本道。一本道？なんか一本道とは限らないけど。道路っていうか、はいはい、あるじゃないですか。そこに行ってみたいなと。なるほど。まあ、いいや、逆行こう。北海道いいとこあったら平山さん言って、沖縄いいとこあったら達也君行ってごらん。そうですね、やっぱり、うん、今行くと過ごしやすいっていうのもあるんですけれども、うんうんうん、逆に食べ物おいしいのはもちろんそうなんですけど、うん、その果てっていうんですかね、北の果てっていうか、はいはい、北の果て、ちょっと見たら
領土が、まあ、これ言うと怒られちゃうかもしれないんですけど、ちょっと海外の風景も見えるっていうんですかね。もう見えるらしいですよ。なのでそういう珍しい風景も見えちゃうっていうのが普段体験できないことかなっていうのが。そうですね。でも沖縄から台湾って見れないか。まだ見れないですね。ちょっといいもんね。そうですね。たっちゃんは、沖縄ですか。僕修学旅行で沖縄に行ったんですよ。あの高校時代も10年くらい前ですか。もう10年も経つのか。はい、うん、その時にあのまあ開業したばかりか、それちょっとしたぐらいですかね、あの美ら海水族館行って、あジンベエザメでけえな、あチュレミ行った、すごいよね、はい、でかくてね、はい、行って、あ、うん、すげえな、海ってすげえな、パイナップル園とか行って行かなかったの。いやそこにコース入ってなかったですね。あコースあの学校のあるじゃないですか、あの規定。パイナップル園ね、逆から入ってたことあるよ。え逆から、うん、入るんですか。入っちゃったの、間違って、はあ、でさパイナップルいっぱい食ってさ、あれこれ金取んねんだと思ってたんだよそれ逆だったのちょっと払いましたよお金は、はい、後から、ね、びっくりしましたよ。逆から入って入り口でお金払ったんですよそういうことやってる出口で払うんじゃない出口で入って入り口でお金払ったっていう。なるほど、そういうことありましたけどね。僕のイメージですと、はい、なんていうのかな、沖縄ってこうやっぱりさっきね冒頭で言ってたこの船とかね、はい、そういうなんていうのかな、モーターボートの、まあ、夏のね遊具とかそういうような、ね、はい、イメージはすごくあるんですけども、はいはいはい、北海道っていうとやっぱりね、平山さんも好きだと思うんだけども、はい、バイクでしょ、はい、ツーリングですよこれは。ですね、みんな、なんか言いますね、バイクいいって。僕自転車乗りますけど、まあ、自転車、はい、なんかそのイメージは僕は強いんですよね。どうですかこれは。どうですか、まあでもそのさっき言ったひたすら長い一直線の道をちょっとチャリで走ってみたいなと思いますけどね。でも沖縄だったら沿岸というか海岸沿いを走れて気持ちいいんじゃないですかね。また確かにそうだよ、錆びるけどねああそれはちょっと勘弁だな、うん、高い自転車乗ってるからね、はい、まあ、はい、じゃあそろそろまとめていっちゃいましょうか。まとめていっちゃいましょうかね、はい、じゃあ坂本さん、はい、結局のところどっちに行きたいの。どっちが、いやどっちでもいいんですよ。夏は夏は北海道で、冬は沖縄に行きたいなと僕贅沢なこと言ってますな、はい、そういう理想を言うとそうなりますね、うん、連れてってね。あ、はい、まあ贅沢なこと言うと嫌いもそうなんですけど、うん、王子はいかがでしょうか。僕ね、僕両方好きなのよ、はい、やっぱりお互いなんていうのかな、民族的にもおそらくちょっと歴史的に違うし、はいはいはい、良きところ悪きところがないんだよね両方ともね、まあ、ここは嫌だっていうのはないんですよ、はい、だからねこれね本当ね、どっちもどっち取れないんです僕は、はい、僕はそんな感じですね。そうですか、欲張りだけども両方こう夏でも冬でも行ってみて、冬のね北海道もすごい素晴らしいと思うし、はい、夏のまあ沖縄はどうなの、暑いのかな今もっと。どうなんすかね、でもそれも分かんないんだけどね、まあ、台風がねすごいあるけどもね。ああ、確かに、うん、それもまあ良きか悪きかはね、はい、まあこんなすげえんだっていうのが体感できるのかもしれないし、地元の人に怒られちゃうかもしれないけど、はい、そんな感じでございますね僕は。なるほど、はい、そうですね、まあ一つ言えることは北海道僕と一回どうって思いますけどね。はい、ではこんなコーナーでした。どっちもどっちでした、はい、はい、もうエンディングでございます。はい、あっという間でしたね。ですね。どうでした、秀山さん。メインで。もう変な汗いっぱいかいてます。あらまあ、メインじゃなくて楽だと思ったかもしれないけど、坂本さんどうですか。いや新井さんってすごいんだなって改めて思いました。なんかこう。なんていうんですか、まあ、本当は僕が大志くんをサポートしなきゃいけないはずなんですけど、それをね新井さんが今までずっと一人だっていたんだなと思うと、あすごいな、偉大な、何も出てこないよ思いましたよ、タイムキープしながらまとめるっていうのは大変だと思いますよ、はい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 、じゃあお便りいきますか、応援のね、はい、お便りもどうぞ。じゃあどうぞ、はい、お便りはお便りatmarkofficeforza.net こちらまでお願いしますよ。はい、それからフォルツァ新井アクティングスタジオからのお知らせです、はい、私たちと一緒にレッスンの現場型のトーク力や現場型のトーク力や現場型の演技力を身につけながらFM ラジオのパーソナリティをやってみませんか。はい、新井アクティングスタジオではアクションや盾のコース、声優や映像演技の総合コースのレッスンも行っております。見学や無料体験もやっておりますので、ぜひ
はい、それとオフィスフォルザそれとフォルザでは新人タレント新人俳優を募集しております。はい、未経験者でも大丈夫ですよ。はい、大丈夫ですよ。あつらくも仕事やったしね。はい、はい、そうですね。演技のレッスンを受けながらサポートしていきます。自分の可能性夢を眠らせたままにしないで手にしてくださいよ。ご応募はホームページよりお気軽にお申し込みください。ホームページアドレスは http://www.office-forza.net です。それでは次回もどうぞ。荒井正和のスパルタ学園乗ってこないの？スパルタ学園お楽しみお楽しみ。この番組はオフィスフォルザの提供でお送りしました。懐かしい場所